달. コールの途中でいきなり始まりましたね。いやドルプキックの途中から始まってしまいました。はい、ああいう感じで終わりました。いやー、それがそれがそれがはい、タイトルマッチでも何もなかったですよ。僕まだ浅岡亮って言ってないですからね。今回は、はい、浅岡亮選手初防衛戦なんですが、本当にやった展開になってしまいました。初防衛戦で、そうですね、7月に行われた、トーナメントから元関東、関東は入りませんでした。さあ、前回の夏の祭典デンジャラスで見事あの第一王権で絶対王者第一王権選手から見事ベルトを取りました。25歳、もうそうデンジャラスチャンピオン浅岡亮選手の連続防衛戦、最も危険な男という選手になってます、浅岡亮選手。そうですね、それに対するは謎の人物です。自称謎のアメリカ人、自称なので本当のアメリカ人じゃないかもしれない。この男、空中殺法、華麗にここもまた飛んで、さらに飛んで、さらにそこから叩きかけてバクリボーイを避けてドロップキック、ヒットメーシャー。なんなんだこのサンフランシスコザビエル、一体どこから来たのか。ワン、あとはワンです。いいわ、さあ、いやいきなりですね、デビューからもうプロレスを始めて間もなく1年ちょっとということで、そうですね、はい、早速このチャンピオンシップに挑戦、いきなりメインイベントに参戦です。メインイベントからです、この男。いや、前回の、ここは捕まっております。そうですね、腕攻めに決してますね、今回。おおい、まあ、さらに腕を蹴り踏む、おい、これぞ切れる20代。一方で、うわーという声が聞こえてきましたが、自称ナノナメリカ人は年齢目標です。さあ、パッと見た感じ年は本当に強いように見えますが、見て殺し、これは強烈だ。さあ、あの大長キャ選手の腕も、前回チャンピオン大長キャ選手の腕もフォークでザンザン刺してなくってたっていうぐらい。そうです、これで、勝ち取った浅岡選手ですね。徹底した腕攻め、さあ、真骨頂ですね。ここまで腕を攻めるかという感じです。さあ、さらに腕を取って、腕を取るのか、一回取るのか、カードをや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 るのか。アメリカ観客の広さに盛り上がるところが、ちょっとなんか、みんな引いてるか、みんな引いてるよ。ダメ、浅岡選手、浅岡選手、みんな引いてるよ。ちょっと引っ張りますよ、ちょっと引っ張りますよ、いただきました。さあ、みんな思い出してみよう、ネクロブッチャーのことを。止まらない。コーナー！
救急車と警察を呼んでくれ。大丈夫か。それはまずい。それはまずい。まあ、さらに責任者。いやーなんか。先を言いません。いやあ、さあ大したことねえな。大したことねえな。出ました。これがハードコアマッチ。いや、まさにハードコアの試合になってます。はい、まさにハードコアです。さあ、首をかける。もう一回決めてしまうのか、総加量。さあ、先ほどの腕殺しが効いているのか。さあ、腕を押さえる仕草を見せます。総加量です。いい山田ができてる。さあ、サブに繰り返しロープに振って、おっと、いいぞ。すぐ出てくるぞ。おー、顔面決めていきます。いや、効きましたね、今の。さあ、そこからリズムを取り返したいところになりますが、チャンピオンさんとして、セイマットダベルトはこんなところではさせないですね。カウントは1です。さあ、試合時間は5分経過、5分経過。ダメだ。浅村、誰だ、このところで。さあ、かなりスピードで押していますけれども、いやー、浅岡選手、かなりハードコア。超えなきゃいけない邪魔な存在なわけであります。さあ、飛んでいきました。レンジャーを出て、行われております。メインイベント、本日のメインイベント、レベル制覇選手権が取れています。さあ、これもしかしたらありますね。いや、そうですね。このスピードリード移動もあるかもしれません。ああ、しかし浅岡選手、これは大丈夫。さあ、なんとで、なんとしてもしたい初防衛戦であります。いやー、これは強烈です。おなんだなんだ。なぞのアメリカ人を助けに入る。
ディナーはできなかったメインディッシュは朝岡亮リマッチしよう。もう一度もこのフリも一度お願いします。